い、コズの趣味部屋へようこそということでね、前回予告した通り今回ご紹介するのはこちら、ちゃちゃちゃ。はい、孫悟空フェスから悟空ブラック。いやー、これもね、出来良さげだね。すごい、あのね、箱もね、やっぱこうブラック、こうね、分割してブラック、箱もかっこいいよね。はい、で前回ご紹介したスーパーサイズ4。いやー、すげーなー。はい、まあ、ポーズ的にはね、ほんとね、スーパーサイヤ人ロゼと同じポーズですね。なのでほぼ頭だけすげ替えたような感じになると思うんですけどね、まあそこはね、賛否両論あるかとは思いますけれどもね、まあ自分はね、全然気にしないんでね、ぜひ、開封して、詳細をね、見ていきましょう。ではまずね、恒例の、ビニールがどういう風に入っているかを見ていきましょう。はい、一応ね、こういう感じでまた前回と同じように底を開けて見てみますけれども、スーパーサイジン4と比べると、まあ、若干隙間があるかなというぐらいですけれども、まあ、やっぱね、結構重みもありますし、まあ、ボリュームはそこまで差はないかな。これもきっちり入ってる。なかなか出てこない。はい、じゃあ箱どけます。はい、ということでね、見ていきましょう。あ、これはね、あのスーパーサイジン4と決定的に違うのは、まず胴体、はい、で足もあれだね、プチプチで巻かれてるね。で台座がね、一色なんていうか一緒になってますね、袋が。やっぱ前回はね、台座は分けられてましたけれども、今回は一つですね、袋は一つです。はい、ということで、ではね、実際に、組み立てましょう。はい、ということでね、組み終わりました。見ていきましょう。こちらですね、じゃじゃじゃん。いやー、これはね、ほんとね、これもこれで悟空ブラックとしてはほんとね、悟空ブラック自体がね、そこまでフィギュア化はされてませんよね。だからこれはこれですごい三振図が決定版とまでいくかどうかっていうのは、まあ個人差ありますけれども、まあ、でもこの悪っぽい悟空のイメージがちゃんと出てますね。うわあ、こういう角度とかね、すごいね。でこのにやけ顔と口角がの上がり方とかすごい悪っぽいよね。すごいよくできてる。まあ、若干ね、まあ欲を言えば、ここのね、目の下のここのシワがね、横にこう伸びてるから、もう傷みたいにこう真横にこう入ってるような感じに見えちゃうんだよね。そこがちょっとね、はっきりと、つけすぎかなっていう感はありますけれどね。まあそこも、まあ個人差でね、好みが分かれるところではありますが、ほら、こういうポーズとかね、すげえかっこいい。うわぁ、角度的にもいいわ。いや、いいね。台座もね、ほんとこれ 2個ついて、2個でね、支えてるんで、しっかりとね、支えられてますね。いやぁ、これはいい。でね、まあ比較としてね、まあ前回の、スーパーサイジンローゼ、はい、こちらもね、はい、あ、これはスマイル禁止するな、さっき飲んでしまったな。まあ、やっぱこう見るとね、もう ポーズはもう全く同じだね。造形は顔以外は全く同じ。まあこう見るとわかりますけれども、台座の付け具合、ポーズ、角度、ほぼほぼ同じ、ほぼほぼ全く同じ。ちょっ
っとこれ外れちゃった、まあ、ほんと一緒だね、うん、まあ、こういう風にね飾るとね、まあ劇中の感じがあって面白いですけどね。劇中スーパーサイヤ人ブゼットが学校してるの、うん、劇中ではない、劇中でこんな教頭がないか。だって極ブラックはスーパーサイヤ人ブゼットからな、はい、ほんと全く同じですね。ゴミとなんかちょっと面白いね。お二人どこ行くのみたいな。そんなに急いでどこ行くのって感じになるけどね、うん、あでも今思った、俺今気づいた、みんなはもうとっくに気づいてるのかもしれないけど、自分今気づきましたよ皆さん。あごめんなさい、全然違った。違う箇所を見つけちゃったと思ったら、いや一緒だった。なんかこの角度から見るとあのブラック平手じゃんって、ロゼ握り拳じゃんと思ったら、角度をこうやって変えたら、はい、あの平手でしたね。いやーこれはこれはつーか、これロセのこのダイス外れすぎやね、バッカ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 。あのこれ全然固定できないんだよな、まあ、個体差なんだろうな、まあ、全然俺のくっつかないんだよね、支柱がロセの。いやこれはねほんといいわ、うん、いやいいねいいね、まあ、これはねこう2つ飾っておくのが一番いいですね、はい、ということでね、今回は、これにてね、終わりたいと思います、ご視聴どうもありがとうございました。